うっす。やってみるか。7にしよう。これ8にできる方法はあったよな。8、ちょっと8でやってみるか。じゃあ8でできたような気がする。これゴクパロ極上パロディウス裏技。激ムズレベル8。オプション画面で上上下下左右左右 BA。 おなじみのやつね。上上下下左右左右こういろいろ変わっちゃってて、いろいろ変わっちゃってくるんですか。上上下、うん、上上下下左右左右 BA。 でもこれコマンド入れる過程でいろいろなんか変わっちゃうんだけど、しかも何も変わんねえじゃん。上上下下左右左右 BA のレベル8が追加されて、追加されてないじゃん。ちょっと待って、極めるわこのゲーム。上上下下左右左右 BA。 あ、本当だ。なんかもう右の8、左の8と右の1がつながっちゃってる。これでいいか。まあ余裕だろ。こんな子供向けのゲーム、子供向けのキャラしかねえじゃねえかよ。あ、これ左押すと右行って、右押すと左に行く。どうしようかな。まずは調査するか。わ、なんだろう。顔色が悪い。五右衛門？なんか惹かれるものがあるな。よし、五右衛門にしよう。初陣は五右衛門だ。オート楽楽パープ。初めてでも安心。プロ仕様、初心者を断る。楽なしよ。どこのプロ、パラディスプロがいるんだよ。どの世界に。いいね、このイントロ。始まり感あるね。ははただのひよこ。なんてスピードだ。なんてスピードだ。こいつはもらただのひよこ。なんてスピードだ。お前は、え、何当たった今。気を放った、こいつ。見えない気を。敵が見えない気を放ってくんだけど。これがレベル8の世界。敵が弾ではなく見えない気を放って攻撃してくる。これまずスピード取らないと話になんねえよ。猛臭が猛臭わっわあ、うん、見えたぞ俺今完全に捉えた。こいつ弾を放ってやがる。見えるぞ骨があるじゃねえか。え、骨かはスネ夫のことを思い出して、うわー、その隙になんて容赦がないこいつ。あまりにも早いゲームオーバー。もうちょっと俺は五右衛門の力全然引き出せてないまだ。このジョジョも乗り越せてないぞ。俺は五右衛門を極めるぜ。五右衛門と歩んでいく俺は。ここに出てくる。俺は知ってる。この位置も覚えていかないとな。そうだ、敵のいる位置は決まってるんだ。じゃあやればやるほどに俺は上手くなっていくということじゃないか。ワクワクしてこないかね。ちょっとこの、これ全部取らん方がいい。これいや、もうあんな絶対取らん方がいいだろ。てか鶏に気を取られてる間にやられちゃうな。じゃもう鶏よりも倒さない方がいいよ。ちょっと待て、この画面今ちょっと外明るい、窓開けながらやってる。しかも画面がちょっと暗いから若武者が映るんだよ画面に、角度的に。おい、一体何とやられてるんだ俺は鶏に。私これケンタッキー食べた分だけ敵強くなるシステムじゃないだろうな、鶏が。そういうシステムか。ケンタッキー繁栄システム搭載すんな。俺絶望的に不利じゃねえかそれだったら。マジでどんだけ多くの鶏を殺めてきたか知れんからな俺。天国で謝らないといけない。これ遠距離から行った方がいいのかな。ここら辺だよな。お、いいぞ。よし、
これね、3発打って、そしたらすぐ、よし、これだ、決まったぞ、ルーチンが決まった、うん、完璧だ。しかも何か、やるる完璧な避けをした。これどれ、何だろう、あ、そうなの、もういらねえ、これもう、スーパーでもいる、いる、なんか手に入れた。よし、この隙にもう完全体で行くぞ。どうやった、そうだ、これでデカループすればいいじゃねえか。最究極的には、究極的にはデカループすればいい。そうすれば俺も、うわ、もうその緑が欲しいんだ俺は。このベルをもう、いや、やめて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 、マジこれなんだ、もういらねえ、そういうのマジで使いこなせねえんだから。息つく間もねえよ。しかもなんか気がついたらめちゃくちゃ強かった。おい、お前、いい加減にしろ、こいつら、いい加減にしろ。さらにスピードアップしてしまうぞ俺は。やべえ、乗り越わせる自信がねえんだぞこれ。敵が出てきたら文句なく使うぞ、容赦なく使っていける、この下の武器を。不可能だろ、こっからやるの、こっからやるの絶対無理だもん。こんなんね、裸に爆弾じゃないかよ。まあでもいいかもしれん、爆弾打った方が。下のやつ強すぎるわこいつは。でも落ち着いていけば、これだマジで、もうこれないと死ぬわ俺。よーし、あれはね、ベル運ぶぞベル。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、離せばよかった。よし、だいぶスピードアップした、これでいける。おぉ、なんてスピードで行くんだこいつら。これだ、もうこれ使おう。もうこういうのね、すぐ使っていかないとダメだわ。温存してたらとても勝ち目ねえよ。お、なんか結構いいとこまで行ったんじゃね。上等じゃねえか。ものすごい勢いで襲ってくるんだよ、鶏の怨念が半端ない。お、これはこれはどうしよう。あ、もうさ、俺ダブルの方がいいじゃないかと思うんだよね。だってもう避けてばっかりでさ、敵に照準定める時間がないのよ。だから広範囲型の方が俺は強いと思うよ絶対。多いな、この方だっけこれ。まあでも左上に飛んでこねえこれ。よし、全然強くねえじゃんこいつ、なんだおい。でもこれ右上いや飛んでこねえだろ、なんだこれ。おいおいおい、いい、そんな、あ、でも全然大したことない。いや、ザコのニワトリの方が全然強いわ、こんなのやったら。やっぱニワトリ食った分だけ敵強くなってんだから。なんか呼吸落とし、バコバコ、たった一発の弾にやられた。全てはあの弾を当てるための伏線だったのか。なんて策略家だ。ゴエモン卒業します。俺はゴエモンは無理だ、無理だと分かった。赤ん坊が意外と強いかもしれない。うお、グラデュースがいる。やっぱグラデュースだろ、見た目が違えもんこいつ。頼む、おーよし、ここからだ。最初からだったらどうしようかと思ったぞ。よし、これレーザー使っちゃおうか。これでしょ、見ろこれを。俺はこれで世界を取るぜ。まあでもこいつは正直倒せるよ別に、そんな苦労しなくても。レーザーをよく見せてやるぞ。そう、近寄るね。もうすげえ貫通力だぞこれ。やめて、
伝わってなかった。まあまあ これはねさすがに焦るでしょ。でもこれ俺は思った、ここで別に無理しなくていい、ここで無理して倒しに行かなくても、今ホットゲインだから、この余計に徹してもう落ち着いてから打てばいいんだから、ね、これ無理するから動くのこと、おい早いな動きがよし倒した、よーし、よ一面クリアしたぞ。どうだ、一面クリアできんだよ。これがレベル8なのか。これだと俺はクリアしてしまうぞ、いつかは。いつしか。お、音楽いいな。グラディウスのテーマか、これが。あ、出てこない。いや、でもしかし。まだスピードは足りないだけだ。このスピードプラス。スピードプラスレーダーイコール。スピードプラスレーザーイコール。破壊力、素晴らしい破壊力を持つ。おい、ひもじい、ひもじすぎる。スピードくれ、とにかく。一つとして取れる気がしない。やった、一個この一つでどうやってアイテム取るんだ今ので。マジで一個も取れねえじゃねえか、こんなってアイテムが。ただの一つも取れる気がしないぞ俺は。いい加減にしろ、一つは取らせろ。おい、マジで一つも取れないアイテムだ。え、一つも取れねえんだけど。一つとしてこれ誰使っても一緒だろ、こんなの。一つとして取れないんだけど。ただの一つも取る方法あんのこれ、アイテムで。それとも何、取っちゃダメなの、あれ。取らないで避けた方がいい。あ、こうだ、なんか。で、これは取っちゃダメだな。もう取っちゃダメとかあるのもう取っちゃダメとかになってくるんだ、この難易度になると。取っちゃダメなんだあれ。もうこのアイテム全部取るもんだと思ってたやろ。取って当たり前だからな。で、こっちなんかちょっとずつずらして後ろから来てたのに貫通されたぞ。まあそれは別にどの難易度でもあるか。全てがもう新鮮に見えてくるわ、このレベル8にすると。全てが何かしらの攻撃に見えてくる。もう恐怖におののいてる。何かしてくるかもしれないって、こうね、ずらしていって、こうだ。おい出れねえ、出れねえ、ここから。永久に俺はここに閉じ込められたままなんだよ。おい、マジで勘弁してくれよ。このゾーンから俺は出ることはできないのか。こうね、こう打ちながら、こう徐々に下の方にずれていくんだよ。そしたら一体は取れるようになって。そしてもあとは、濁すかちゃおう。おい、これがやばいんだって、マジでこれがやばいんだって。もう、最低だよ、今の。最低だよ、こいつは、本当に。だから最初の、ここは安定するようになってきた。こう、まずね、こう、ここにしていって、打ちながら。だけど、全員倒した。収穫はあったぞ。これ全員倒せんのかな。倒せたらだいぶ大きいよね、これ。ここの攻略していこう、まず。ここ攻略しないと無理だ、俺先進めねえよ。ちょっとメモに書いてこう、一つずつ。どうせっかくね。もうちょっと測らないとダメ、測りが欲しい。ちょっと待って、測る場所。どこだ。この、じゃあこの青いやつ、青い星、この青い粒のちょっと上ぐらい、ここだな。ここだ、多分。こうしこい。まあ、ちょうど居場所であったけど、なんか当たんなかったね、今の。もうちょいだ、もうちょい下かな。
これ、そう、毎回同じ場所に出てくるから、今度はもうちょい下に行くか。で、場所を手前にする。あ、ダメだ、全然倒せない。うわ、一体も倒せなかった、なんでだよ。終わったろ、こんな終わりだよ、一回も取れなかったら尋常じゃね、敵の数が。なんでだろうな、引いた方がいいのか。じゃあちょっと真ん中あたりに配置してみるか。じゃあいろいろ試してみよう。あ、意外といけた、意外なほどいけたな。意外なほどに、ひょっとして手前で待つ方がいいのかな。なんかね、後ろに、あのね、前にいるとすぐに敵が来るから、すぐ上位に避けないといけないんだよ、これを。すぐこうやって避けないといけないから。でもここにいると引きつけれるから、その分。何をやってもダメ、何をやっても出れない、ここから。どうすれば出れるんだよ、ここから。教えてくれ、俺に。ちょっと下げよう、こうぐらいか。これで出てきた瞬間からこう。マジでどうすればいいんだ、方法あるのか、これ。これ2人倒せばかなりでかいんだが、かなりの短縮になるよな。またここで死ぬ機会3何度も来るわけだから。おい、全然当たってる、今のダメだ。真ん中待ちはダメだ、真ん中待ちは塞いよ。やっぱ出てきた瞬間叩くのがいいのかな、そんな気がしてきた。出てきた瞬間叩いた方がいい、やっぱり欲張らずに。最適化教えておく、この。ここがやっぱ、ここがしっくりくんのかな。下待ちにしてみるか、じゃあ。下待ちで。下待ちが今、下待ちが今熱いというのか。9体倒したぞ、今。下待ちで。よし、ここで待とう。なんか下が来てる。おい、奇跡だったのがさっきのが。あ、でもなんか知らんけど出てる。もうこれもうどうかしてるって、本当に。できるやついんの、こんなの。このように存在するの、そんなの。できる人間が。最悪最悪最悪。あ、でもいけた。いや、もう今の、もうほんと1個だ、1個だけにしよう、もう1個でいいや。え、気が狂ってる。